い、メイクの足完了。そしてまたするよ。コメントが最近ね、一回縦にしないと表示されないのは何のバグですか。こんばんは、久々の画角。久々に女優ライト使った。最近盛るってショールームを盛るっていう概念を忘れてたよね。お疲れ様です。あの、私22時からドライブなんですよ。で、今ドライブのギルバドの大会にエントリーしてるので、結構ガチめな戦いになるので、あの、ちゃんと私も電波時計あるんですけど、もしあの私が忘れてたら教えてください。マスク多かったね。そんなことないかも。昨日だけじゃない？今んとこ全然優勝を狙える位置にいるので、めっちゃかっこよくない？ STU 優勝したら。でも見たかった、うん、グループラインで話しながらやらないの？なぜ ギルドチャットがあるのにグループラインをわざわざ開くの？めっちゃそれでね、あの攻撃1秒遅れたりとかした。よいしょ、顔がいい感じになってきたよ。あとはまつげ上げて完成。よいしょ、上がった。まつげ上がるだけで顔が変わるよ。よいしょ、今日の顔がちょっとセトラブの配信にアイロン持ってやっていくっていう。あ、鼻水出た。よいしょ、お疲れさま。バッチ見てたよ。コメントとかちゃんと見えてたよ。あの、始まる前にコメントしてたのを見てたよ。よいしょ、こちら充電があまりない、危ない。ドラゴン X C。 C、え、しかもあかりんにめっちゃ嘘つかれたんだけど、今日22時だからねって言ってバイバイって帰ってきたら22時20分からなんだけど、めっちゃ嘘あかりん。めっちゃ嘘。しかもあの7時の時もあのセトラベで一緒だったんだけど、今日7時15分からだよって言われてたのに7時20分からだったけど、なんか地味に嘘ついてくるんだけど。まあ全然じゃあ22時だと思って動いてたのに。あ、ギフトありがとうございます。尊いとハート試されてる。でも、あ、間違えたって言ってた。20分からだったわつって、えみたいな、今開いたのにみたいな。っていうことが今日あった。あー、明日公演だー。あかりんせっかち、あかりん本当にせっかち。みなみさ、な、関西人ってせっかちってイメージあるからさ、みなみ結構自分的にせっかちって思ってて、エレベーターの閉まるの遅いだけど遅っと思うから。自分でも結構せっかちだと思ってるんだけど、あかりんはそれを超えてくるせっかちだと思う。今日ねひどかったんだよ。なんかね、いつも途中まで一緒に帰るんだけど、なんかセラミじゃない、セトラブが終わって、みなみは携帯を
置いてこう自撮りをしてたの、メールにも送ってきた、こうやって撮ってたら、あかりんが荷物とか全部持ってなんか帰ろうとするから、え、みなみ置いてく、みなみ置いてくつもりって言ったら、うん、置いてかないよ、焦らしてるって言われて、ひどいって無視して撮ってたそう、めっちゃせっかちだと思う。なんかあかりんは本当になんか最近は一緒に住めるか住めないかって話をしてたけど、あかりんと、あかりんのその時間に合わせれる人ってなかなかいないから、あかりんはね本当にね、将来誰かと住む時にその時間感覚合う人と住んだ方がいいと思う。そう、みゆみゆとかと絶対あかりんは住めないなと。でも結構最近みゆがお家来たりとか一緒にお出かけするたりとかそういうこと多いんだけど、みゆは結構マイペースだから結構いつも待つのよ。でもみんなにはそれに関してなんと思わないし、思ったら言うのよ、まだってそうだから絶対住めないなと思う、あかりんは。食べるの早い、楽しいけど大変だよって自分で言ってた自覚あるんだね、食べるのめっちゃ早い。ご飯行ったらあかりんが絶対先に食べるか、いつも待ってもらってる。いねみ食べるの遅いのよ、一口があんまり大きくないから。リップめっちゃ見らしてたそう食べるよ。あかりんマジご飯ダイソンだから、ダイソンと一緒。なんかさ、あかりんってさ、あのちょっと貧乏ゆすりすごいじゃないですかでもみなみは全然慣れてて何も思わないんだけど、お話し会の、あの机の人とかいつも足がててってなってるのね。で結構本当にもうずっとやってて、ちょっとドラムの時も足ずっとそうなってたし、貧乏ゆすりすごいんですけど、あ、知らない、嘘、結構有名かと思ってたんだけどでは最近その貧乏ゆすりに関してすごい面白い話があってあのみゆみゆがね、イネが結構キリキリス人がなんか最初初日とかめっちゃなんか実況とか見てたらボロクソに書かれて、私はダンスとか褒められたいと思うタイプの人だからめっちゃ悔しかって、なんか先生にレッスン入れてほしいって言ったりとか、もう一回合わせしたいとか結構何回もお願いしてて、なんかリハの時間がなくてユニット全部やれない時とかでもあのキリキリス人だけリハ入れてもらったりとかしてて、でミュウミュウにそれを言ってたから、ミュウミュウがそれを知ってくれてるから、いつもなんかキリギリス人のリハをミュウミュウいつも見てくれるんですよ。そう、見てく、いつも客席座ってキリギリス人のリハを見てくれるんだけど、でまあそれでここをもうちょっとこうした方がいいかもとかそういうの教えてくれるからすごい助かってて、でこの前みゆみゆがいやなんかキリギリス人でなんかお歌え踊れのとことかじゃねててててててするんだって、足を一緒にダン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 って足が踏む振りがあるんですけど、私これがすごい苦手なんですよ、なんかちっちゃくなっちゃうみたいな。みゆみゆがいやふくちゃんさいつもキリギリスじゃいつも貧乏ゆすりしてるかわかんないけどここめっちゃうまいよって言っててあかりに言ったらめっちゃ笑ってたそう、めっちゃふくちゃんめっちゃあそこうまいっつってそうめっちゃ笑っちゃった、うん、ジダンダじゃない、ジダンダダダダみたいな、ちゃんとダン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 でリズムだからジダンダではない。そうミュナちゃんのキリギリス人みたい。それに関して最近昨日だユミコがひどかったんですよ。ひどかったって言ったら誤解を生むけど全然傷ついてはないんだけど、なんかキリキリス人の話、なんでその話になったか分かんないけど話になって、みゆみゆがキリキリス人したかったなみたいなっていうことを言ってたのよ、したいなみたいな。だからゆみこがなんか、え、みゆみゆとキリキリス人したいって言って、あかりんと私とみゆみゆでやりたいっていう人が普通に言ってきて、え、みなみはっていうえ、みなみはってめっちゃ言っといた、違う違う違う、身長とかなんでね消した、みなみねのこと消したっつって、おかしくないっつってひどくないって。基本的にさ、まあ、みなみにゃんぽぽのみなみちっちゃいけどさ、
なんか由美子基本センターなんだからさみたいな、今のやつがバランスおかしいだけでさ、身長高い子を挟む方が綺麗だったりするのとか、みんな見れてもよくないっつってそう違う違う違うって言ってたそうなんか地味に傷ついた。だからなんか意図的に言ってないから、自然と消された、自然と存在を消されたっていうことにしょぼんってなってたそう怒りとかじゃなくて、そう10時1分、あと19分。そうしれっと言われたから、しかもさ、あかりその時いなかったのよ。南と由美子とみゆみゆ3人で喋ってて3人で喋ってて消されたから、あちゃーってなった。あちゃちゃのちゃそうっていう最近の近況最近の近況ね。あかりんはあのアリちゃんとユニットシャッフルしたら隣のバナナしようねって言ってた。みなみは友達でいられるならやりたいけど、なんかそういうなんかあれ、なんかナナさんの公演ってさ、なんか関係が大事なユニットが多いから、みなみそういうそんな関係のなんかそんなわかる、なんだろうって、岩石もあるけどそれならタマピオでやってほしいしみたいな、そういうなんか結びつきのなんかそなんかこのなんかうんってなって、難しいってなった。あかりはアリちゃんとするって言ってたから、そうあかりいないし、そうみやみや友達でいられるなら歌う関係単票だってほしいな、それなら。なんか私が入るというよりか、あ残念少女やる、残念少女やる、残念少女がしたい、残念少女がしたい。でもあのうざいんだよは言いたくないマリーナがソラハのポジで残念少女やってる。あ、じゃあヒナは変わらずになっちゃうけど、片岩石で残念少女とか入れたいな。か、あの懐かしの角石石で残念少女。地方にうざいんだよって言ってねとミウミウが、あでも角石石の時はミウミウセンターでユニット曲とかできたらやろうねって言ってたからミウミウかなそうやりたいな。ホチーとは結構ね、チャートリーのユニットがもうずっと一緒だから、ずっとほぼほぼ一緒だったから、そうなんだかんだハチーとはユニットやったことやけど、ミュウはユニットないからやってみたいかもな。あミュウミュウとないね。ミュウミュウなんかいつもダンスのユニット入れられてるからさ、ダンスのユニット選ばれないんでであの時はね、なんかカノンとかうまい子とかもっと多かったから、今はちょっと減っちゃった。あーちゃんとかもうまかったからさ、そうレジスタンスとかミュウミュウってやってみたいな。なんかオリジナル衣装ってだけでなんかね、読むか残念少女やりたい。残念少女あれ太って見えるよね、めっちゃ思う。みんななんでさっきから違うユニットの話をしてるの？僕恋の話をしているのに赤い辺20時間やりたいギルと対戦してたのおもろ。友達でいられるならやりたい。禁じられた二人誰にやってほしいかな。あえてユミココアとか言ってみたら禁じられた二人
あえて読みココアね。で表面張力とかを一回やってみたいけど、そういうなんかユニットシャッフルとかやるとき、なんか STU の今までの経験上、今後するかとか今後の話は全く分かんないけど、経験上ユニットシャッフルしての本番まで日にちがないことが多いのよ。ええみたいな、3日後みたいな、1週間後みたいなことが多々あるからでレッスンの時間全然ないから、私表面張力するなら1ヶ月ぐらいは欲しいからなんかちゃんとしっかりあのちゃんとあの気遅れしないぐらい突き詰めてやりたい。ココはいけるかな。ファンがあれよ、アイドルの選択肢、表現の幅を狭めちゃダメだよ。やってもないのにいけるかなっていうのはね、推しの選択肢を狭めちゃうよ。なんだかんだね、なんでもできちゃうのがアイドル。知らんけど知らんけど禁じられた二人はタマピオ。ああ確かに、あの二人禁じられてるような、確かにでもまあ、ね、逆なんかおかしいんだよね、なんかおかしいっていうかあれだけど、みなみ結構ひなと結構スキンシップするのよ、なんかあの本当にあの結構なスキンシップをするんだけど、みゆみゆ引いてんだよねやばみたいな。だから結構タマピオってそういう風に見えてるけど、結構フランクな関係なのかなっていうそう、いつも惹かれるミュウミュウに、やめてみたいな、そういうことするなみたいな、やばいってみたいなことめっちゃ言ってくるのよ。で、え、タマピオしないのって言ったら、しないよみたいなことをヒナとミュウどっちからも言われるからあ、そうなんだっていうそう、そう、あ、よくわからん。その二人の空気感はその二人でいる時にしか出ないから、多分誰もそこが分かんないものだから、そう、みゆなちゃんの噛む好き、みゆも噛まないよ、噛むのはもうちょっとね遅いよ、爪だよでも本当に昨日もずっと爪でやられてて、昨日ね喧嘩した一回昨日みゆ家来てたんだけど、あのいつも爪をやられるのはもう慣れたものなんですよ。でもうやってもいいけど骨の部分やらないねみたいな、ここら辺とかならもうどれだけやられたくもう痛くないから、もう全然ここら辺にしてって言ってたのに、昨日ね、私今ちょうどここにあざができてるんですけど、あざの部分をガーってやられて、あーってあざできてんだってそこみたいな、そうそう、もうあの爪をやらないでっていうのはもうもはや愚問なんですよ。もうそこは認めてあげないと絶対治んないから、ここならいいよって言ってるのに、ちょうどね、あーさあーさのようかんってやってきて、めっちゃ痛いのよ今。結構今日ねセトラブ中一回使いでって一回顔死んだからってなったか、どっちかな、 YouTube の方か公園入社にどっちか忘れたけど、一回ね打って、ね、一回でも死んでるからか使いでってさ。え、このご時世で噛めなくなったっていうか、噛むのは結構前にもなくなってる。あのなんかゴゴリバーの千秋楽ぐらいでみゆみゆインフルになったんですけど、いろんな人に人の手噛んでるから、ね、免疫力なんか免疫力下がってなかかったんだよみたいなこと言われてからやめてる気がするやめてる気がする。だから1年くらいはもうずっと爪かな。手はね、なんか手洗ってたとしてもさ、例えばな公園のストレッチする時とかにステージこう触ったりとかしたら、どうしてもやっぱりなんかね、こまめに今は消毒する時代だけど、その時ゴゴリバ時代はそうでもなんかそのコロナとかなかったから、そうそうそう、あ、無謀の時かな、どっちか忘れたわ無謀だったっけな、忘れちゃったけど、そこら辺から収まってる、そこから爪になってる。そう
10時10分笑顔のその瞬このリップのやつはまだまだ期間あるんですか？なんかハグとなんか何とかの日みたいに言ってたよね。ギフト新しいギフトメロンパンも終わったのか。今はそれしかない。キサンドラブレターの日だったっけ。そう私は22時20分、あ見て今10時11分私の誕生日私の誕生日昔今なんかそういう数字の思い出したんだけど、昔ママと車に乗ってる時にさせられてたって言い方あれだけど、ゲームがあって、ママ覚えてるのか分かんないけど、近くにある車のちっちゃい頃になんかちっちゃい近くにある車の番号あるじゃないですか。例えば1234とかだとしたら 12-34 を暗算でできるようになりなさいって言われて、なんかずっとねその駐車で止まってるやつのやつとかめっちゃ計算してた、ずっとママに何だ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 何って言って正解みたいなことを昔やってた記憶がある。やってた記憶があるめっちゃ思い出して今そう全部99+23話みたいな、そうやらされてた同じことしてた。嘘すごえ全然私暗算得意じゃないんですよ。なんかそういう考える力とかを育んでるだけで得意になったわけではない。私めっちゃ典型的な文系なものでえ本当に国語系の読解文章の読解とかがめちゃくちゃ得意そうそうそうここ1週間ぐらい喉の調子めちゃくちゃ悪くてさ、なんかどこかの蜂蜜がめちゃくちゃいいって試合ってから今お取り寄せしてるのなんかね最近ずっと声がねガサガサなんだよね別になんか何もしてないんだけど、なんでかちょっと別になんかさすがにまだ季節的に暖房もつけてなければ冷房もつけてなくて本当に何もしなくて、で加湿器もつけてるんだけどちょっとわかんない原因が、あ公演続いてる、あるかな。確かにここまで公演続きって最近なかったもんね。なんかユニットだったから交互ユニットを交互にやってたから、どうやってもチャートリー1ヶ月に1回とかだったから、他のユニットもね、それもあるかも。確かにそう言われてみればいつもと違うとこはそこだったちょっと無料ガチャ引いたりもLINE 来た。 LINE さ見えないようにしてるからマジで届いても誰からか全然わからん。今日さ夢が結構ねセンチメンタルというかさ、なんか最近前もこういう話したけどさ卒業が決まってる夢ばっか見んなよでも卒業は決まってるんだけど、なんで卒業発表したんだろうって、したくないよって思って、なんかその初めての卒業撤回アイドルになろうかみたいな、初めてだった STU でねっていう、前もこの話一回ショールームでしたんだけど、また見た。でも絶対ね抵抗してるのよ
なんでじゃん、なんか起きて起きていつも発表してないよねってなる。そう起きて発表してない、あしてない、よかったよかったよかったみたいな。そうってなる。いや別にこうやって悲しんでほしいわけじゃないからさ、悲しんでほしかって言わないから、ちょっとそれに悲しまれた方がちょっとおおってなっちゃうから、明るく聞いてほしいな。確かにセラミの朝、セラミの影響もあるかも。うん、めっちゃな、本当にいつも起きて大丈夫大丈夫発表しないでなる。でも全然本当にそういう話大人の方にしたこともないから、そうなんか去年のコロナの事件でそういうなんか悩みはあったって別に行動を移してないし、原因は分かりません、分かりません、分かりません。残念少女が頭から離れない。昨日さあのメールにはドーナツ屋さんって書いたんだけどさ、あのミスドにミュウミュウが行きたいってついてたんですよ。でミスド買ったんだけど1個食べれてなくて、まだ食べれるかな。冷たいとこに置いてたから食べれるはずなんだけど、別にめちゃくちゃ部屋も暑いってわけじゃないからまだ食べれるかな。フレンチクルーラーまだ食べてないの、まだ大丈夫、食べよう、終わったら食べよう食べよう食べよう。明日ね休眠したらさして、石田みなみ体調不良のために休眠した。冷蔵庫に冷やしてる、大丈夫。フレンチクルーラーめっちゃ好き、コンビニとかでたまに売ってるじゃないですか、絶対買ってる絶対買ってる。さっき2日前の味噌食べました。チンする？チョコレートだからな、チンしたらなんかドロってなりしょ。ごめん代わりに出るわ。セリフ覚えてよ、じゃあちゃんと覚えてよ。フレンチクルーラー、でも今日も朝からドーナツ2個食べた。朝食べてんだからそんな時間が変わんないよね。朝っていうか3時ぐらいだし、3時12時1時2時とかそこら辺。朝食べたのはなんか新発売かなんかのお餅が入ったチョコレートのやつと、エンジェルクリーム食べた。朝ストラベイク前3個買った、3個買いました。そう、そう半日経ってないからその時全然美味しく食べれたら。ポンデリングは最近よく食べるから、なんかミュウミュウがなんか来る時にドーナツ差し入れ持ってくることが多くて、それでなんかあと30秒だあのポンデリング持ってきてくれて、なんかいつも食べてるからいつも買うんだけど今回あえて買わなかった。あと27秒、ちょっとドライブモードに、大会なんでねちょっとガチなんですよ。あ、エッグジャムもらえる、あと10秒。あ、もちホイップチョコファッション、それだ。2、1、よし、始まった始まった、始まったぞ。ちょっと重い携帯が俺に、あ、名前出しなかった。重いな携帯が、大丈夫かな。あ、これ聞いてきた、買った買った、スタンプ押しとこ、よろしくお願いします。あ、みちゅ来た、
逆に見てくるのすごいよね、今忙しいはずなのに。稽古とか今みちと私しかいない。おい福田さん、福田さん、福田さんいないけどあ、来た、ゆみこ来た、ゆみこ来た、ゆみこ待って、ゆみこの先鋒隊がやられてる、一体誰に。なるほど、この方ね。そう、昨日マヒーがいた。でも、ね、復讐のアンクにしてたからなんかね、さばかなくても全然勝てた。ミネと似たような格好してる人がいる。よし、勝てた勝てた。ユミコが倒されたら、あいの、あんちゃん来た。アンク変えた、あ、ユミコ来た、ユミコじゃない、アカリン来た来た。え、てかさ、え、あ、え、すごい、なんか例えば〇〇って名前だったら〇〇っていう人と〇〇2って人がいて、〇〇が強くて〇〇2だと勝てるみたい。へー、今2台でやってんのかな、じゃあ大変あいきりかも来た。そう、まるまる中、あ、勝てた勝てた、よかった。2台大変だね、1台でも結構アップアップするように。守備入りました。みなみね、なんかね、なんか復讐なんかつけたらさ、なんか倒されてもウェーってなるそう、さばいて、なんか削ってやったぜってなる。なんか、あ、みんなのチアレターのおかげで結構強くなってるから、基本的になんか返り討ちできることが多いんだけど、そう、強い人にもしやられたとしても削れるから、うえーって、イナミに攻撃しても傷つくよーと、みたいな私に触れたらみたいなちょっと中二病発症してた。危ない危ない。え、なんか強い人2人いるんだけど、やめてくれ、先方とやられた。お、先方とやられた。お、あ、でも別動体、強い人の別動体返り討ちにしてる。でも誰もさばいてないよね。あ、きゃ、みんな復讐ランクに付け替えたから削られてるのが勝手に。そう、結構みんな復讐、あ、ドラゴン出た、いけるじゃん、早いじゃん今日。え、なんか倒されたんだけど、でも強い人出てきてないな、みなみ倒されたけど、え、倒されたけど、みなみなんか残ってるけど、なんで、どういうこと、わかんない。あ負けちゃったみんなごめんよあ、待って、あんちゃんしか守備がいない、入る、負けちゃった。ねえ、もういいや、復讐なんかだから誰か全然攻撃してくれっていう状態、身を捧げてる今よし、始まって5分が経ちました。でもまだ今誰もさばきはしてないから、結構動きそう。でもサーヤンとユキリカとアンちゃん、ユミコ、ミチ、ミナミのね、今のとこ
あ、リコチもいた。あ、ミホリもいた。え、結構ほぼほぼ全員集合。だからマヒナで思い出したんだけどさ、FM 岡山さんで新しい番組がスタートするっていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。めちゃめちゃ嬉しかった。え、リコチさばいてる。この人強いの？リコチがさばいてる人。あ、マヒナいた。マヒナさばいてたわ全員集合なんだけどマヒナはあのね、さばき隊だから。なんか裁かれたんだけど、ね、あのなんか人が固定じゃなかったから私もいつか出るかなと思ってすごい楽しみにしてます。ね、4% なんだけどさ、ね、裁かなんか2人に裁かれて今 4% なんだけど生きてる。すごくない？4% で生きてる。4% で生きてる私。あ、やられた。ピエーンいいよ、ユミコしかいないから入るよ。みなみ多分すぐ回復なくなる。あ、同時に4人来ちゃった。そう、なんかこの前その SNS 関係の話をショールームにしたんだけど、それからもちゃんと自分が関係ないやつで STU 関係あるやつ全部いいにしてる。そう、綺麗事だよってメンバーから言われたりもしたんだけど、まあどう思うかはまあ個人だと思って、私はそういうみんなっていう方式に行こうかなっていう。え、なんか倒された。生きてた方がよかった。更新を頻繁にしないと。なんか私とめっちゃ似たような格好の人がいてさ、ほぼほぼ一緒なんだけど、いやピンクの髪の毛と髪型も一緒。髪型一緒だね。でもつけてるわ髪飾りみたいなのが違う。やられたやられたんだな。でも今2人さばいてるからほぼほぼ入れないよね。みんな、みなみじゃあ別動体動かしてなかったし、別動体で攻撃だ。あ、勝った勝った帰って帰って、買っとこと。お腹すいたん。マヒナがさばいてる。マヒナがさばいてる。マヒナがさばいてる。あ、待って。ドラゴン出ちゃった。あ、ユミコナイス。ちょっと自然回復待ってたんだけども入るわ。もうみなみは何もしない。守備に徹する。あ、またさばくらと。なんでみなみばっかさばくの。みなみじゃないよ一番強いの。へーへーへー、影武者になろうかじゃそれでは影武者になりましょう。私じゃないので一番強いの竹野さんなんで私は影武者。え、この人凱旋、凱旋じゃん。回復したと思った。
2の方はさばかないでいいはず。2は多分ね、誰か飼ってたよさっき。待って、誰か、うん、飼ってる。2さばかんでいいわ。2さばいちゃったね。2多分大丈夫なんですよ。まあ、いや、そういう紛らわし作戦か。確かにパッと見間違えちゃう。あ、私やられたんだけど。うん、ピュラーい。ちょっとこの人倒しとかないとみんながさばくから倒すわ。勝てた。ほら、私の別動隊で勝てるから2はさばかなくていいっていうのを今示した。示した。福ちゃん放送より鈴鹿、それは人が違うと雰囲気も違うよね。待って、自然回復したい。お願い、もう回復使いたくない。耐えて。あ、耐えれる。3人来た。オッケーオッケー。その人、その人だよ。サバイバーの正解、正解。あ、ユミコがさばいちゃってるので、守備隊に入った方がいいな。お願い、自然回復出して。今 16% なの。16% なの。今 18% なの。もうちょっとなの。こんばんは。すごい、3人さばいてる。でもね、さばいてもね、凱旋厄介だね。線が厄介だね。あ、4人に裁かれてる、この人。もう回復まだ持ってるもんな。外線で回復してたから。あ、25になった。入ります。うん。え、あかりんがしゃべき隊に行っちゃった。やばいぞ、守備が薄いぞ。守備が薄いぞ。私 2% でまた生きてる。あ、強い人さばききった。ナイス。私 2% で耐えてるよ今。 4% 今またさばいてきた。同じ人がめっちゃさばいてくるんだけど、イネのこと好きなんかな。ずっと同じ人がずっとさばいてくる。イネのこと好きなんだと思う。イネのこと好きなんだわ。そうかそうか。やっぱそうだよね、好きなんだよね。そうかそうか。あんちゃんが回復0、みほりん1、りこちはずっとさばきたいねる方満パンだね。うんうん、了解了解。うん、私やられたね。うん、やられたね。やられましたね。今 4% 自然回復したい。あ、なんかさばかれてた。さば、うん、やだな、さばきで倒されたくない。わかった、復讐持ってるからさばきで倒したいんだ私のこと。お腹鳴っちゃった。そういうことか。攻撃したら下がっちゃうじゃん、どうしても復讐だから。もうさばききられる今。そういうことだ。好きとかじゃない作戦だ。やだ、きのい。でも南だけじゃないよ、さばき持ってるの。さばきちゃん復讐持ってるの。でもね、1分半動けないっていうのはこっちの、利点はあるから。そう、動けないから。 今3人にさばか、お腹なって、お腹なってる。3人にさばかれてるから。3人も私足止めしたから。お願い、自然回復させて。喉が鳴った今。人体って感じ。今18%。あ、マヒナが守備に入りました。マヒナ今守備だと思ったんかな、かわいい。
今こいつ入らなきゃってなったんか。あ、23分まで来ました。あ、すごい今喉喉喉ってなんでなるの。あ、お腹もなりそう。よし、守備入れた、自然回復、イエーイ。でもね、どっちもね、まだ一回もドラパンしてないんだよね。私別動隊で勝てるんだけど、あの外線だったから攻撃したら回復できたんだけど、そうじゃないからランクが攻撃できてなくて、で別動隊あと1回なんだよ。もしねドラゴン出てきた時にパーセントがなくて攻撃できないのが嫌だから、ドラゴンを倒すために別動隊1回直してんだけど、強い人いないのに弱い人で今守備に、ね、出てこられてるんだけど、倒せるんだけど足りないんだよね回復が。あ、ゆきりかまやつ倒しましたね。じゃあ私ちょっと捨て身で言っていい？あ、この人強い人だった、ダメだね、怖い怖い。あ、ゆみこナイス、あと一人、私行くね行くね行っちゃうね。勝ったけど勝ったけど勝ったけど強い人が出てきたよ。もうまた出てきちゃったよ。でも私もう、あ、しゃ、強い人に叩かれた、復讐で削ってやったぜ。待って、守備がやばい、これこれはもう回復使った方がいい。リコチ、リコチ今さばいたから1分動けないね。ナイス、あかりん入ったね。さばくか、でも私あの復讐でね同じぐらいさばけるから、変にさばいて1分半出れないよりかは回復を自然回復して、なるべく私は守備に立って動けるようにした方がいいと思う。別にドラゴン出た時のためとかね。回復あと2です。あと外旋だからね、回復してもやっぱり攻撃したら動いちゃうから、回復して削る方が利点はあるかなと思って。回復？ん？あの守備出て復讐からの騒ぎ。今私まだ守備出れてない。あ、待って、あ、2人だ、今18番なんだよ。お願い、自然回復させて、お願いお願い、あとあと1人になっちゃった、お願いお願い、自然回復、あかりない、咲いてください、自然回復させて、まだ回復使いたくないの。あ、あと2回、あと1回回復室入れるから待っててね。まだだったね、あと1回、よし入れる、よっしゃ、自然回復、イエイ。これでまだ回復ありますよ。あと10分なんだけど勝てるかな。でもね、結構ゆきりかリコッチが今ずっとさばいてくれてるから、リコッチがね今ゲージ満タンなんですよ。そうそう、でユミコリンがあの子治癒のアンクだからまだね回復読んで、あかりも回復さん、みんな今自然回復で頑張ってる。頑張ってください、ありがとう、やせち。でも強い人外星なの厄介だな。これ取りねみ倒せるっけ、あ、誰か倒した、あかりんか倒した。うろろろろ、パパパパパン。そうね、リコチそろそろ、でもうちらもまだね回復ゼロになった人少ないからね、まだ余裕あるんですよ。待って、喋ってる間に私やられてて出てたんだけど。
私回復1になっちゃった私が倒されたらちょっと守備優先ってチャットするわ。なんか一人でさ、このバトルログをずっとパーって見てたら気づいたらやられてたえへへへへ。ユミコ、あ、ユミコがこの人に勝てるから裁かなくていいね、この人。でもユミコがだいぶ削られちゃった。復讐ランクかもしれん、復讐ランクで。またさ、また同じ人さばいてきた。もうもうあと 9% しかないか、あと人にさばかれた。あ、ほらー、ひどーい。守備優先ってチャットするわ。守備って、まひなが守備入った、かわいいあ、秒でやられたかわいい狙われてたかの、狙われてたかのごとく入った瞬間なんでリコチ裁くんだよ、言ったのにもう、ニミコも裁いちゃって、みんな私のちょっと見えてないあ、でも3人守備についてるから、じゃあんちゃんとかがね自然回復したいってくれた。私もそろそろ自然回復ができるあかりんもさばいたんだ。いなみ、今いなみ逆におかしい、これいなみの分析がおかしい。みんなさばいたんだけどあかりんもさばいちゃったんだけど、今はさばいた方が勝つのかな、私の守備っていう、わかんないや、これ正解がわかんない。確かにさばききったね、確かに。で、まひなちゃん多分さばかなくていいとさばいたかな。ワイド強い級。あ、強かったね、多分。さばいて OK と思って。リコチアラジン見てんの、ウケる。かわいい。あ、守備入れる、守備入れる、入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 った。自然回復。今サーヤンっていうキリカがミナミと同じ守備隊に行ってくれてるから、まだね3人守備にいる。あと6分なんだけど大丈夫これ。リコチまたさばいたんだけど、でもその人強いから正解それは正解。あと1回この人さばいたらドラゴン出るよ。まあね、ドラゴンね、どっちもワンポンできてないの。あ、ミネのことめっちゃさばいてくる人だ。ユミコリンがこの人には勝てるか、ユミコリンやってほしい。ミヒン多分負けちゃう。あ、ユミコリンやってくれた、ナイチュナイチュナイチュ。マヒナナイスさばいてくれた。ドラゴン出なかった。うん、強い人出てきたあ、みんなさばき、守備が私やられたらどうしよう。でもこの人さばくの正解だって、この人私に攻撃してくれないもん、私復讐持ってるか。なんでだよ、無事次第でよ無事次第でよ、私だけ裁けて倒さないでよ、当たってぶつかってよねえ、この人に勝てたっけ、忘れちゃった、みんな名前似てる、どうしよう。うん、あ、勝てるわ、戦おう、行くぜ。
ったけど復讐なんくってこと忘れてた。へへへっちゃった。でもまだ守備にいるよ。四分に回復したからな。またあと一人倒せば出てくるからドラゴン。でも私今のドラゴン出ても30秒攻撃できないや。引き分けとかある？これ。でも引き分けなら引き分けでいいからちょっと負けたくはない。あ、サイヤンが回復なしって言ってるわ。そうね、サイヤン結構守備張ってくれた。多分率先して多分回復して入ってくれてたんだろうな。私行くわ捨て身で。もう赤ゲージだし負けたら笑って。勝った勝ったけど 2% だけ残った。復讐なんかだ。勝ったけど 2% 別動隊残ってないの。さっき言ったじゃん、ドラパンのために1機残してんだって。勝ったけど復讐なんか 4% できてる今4% できてる。また裁かれた同じ人に。まああ違う、別動、え、すごくない、ね、別動隊でさ 3% でさ返り討ちにしてるのすごくない。 1% 残ったんだけど、イエーイ1% 残ってイエーイ。 3% になったよ今、イエーイあと2分半だからみんな裁いたら戻ってこれなくなるよ。残念だったな。私はもう回復を使い切ったぜ。回復なしピオ。ね、すごいよね。でも復讐持ってる人多いわ。ちょっとあの裁きいる人は裁いて。じゃあこの人倒したらね、あと2分なんだ。おみーちゃんドラパン待機してる。正解。もう裁いちゃえ、なんとかする。あと1回さばいてお願い。誰か。え、私やられてたけど別動隊生きてる。大丈夫、私20秒さばけない。出た。攻撃できた、やった。私の別動隊使い切った、やった。攻撃できた、やったやったやった攻撃できた。やっぱ別動隊残してたの正解だった。やられてるから、やられてたった、やられてたったやられてたから、あーやられてからドラゴン出たから、なかったら倒せなかった。守れ守れ、あと1分守りきるんだ。守ろうってチャットするわ。あ、守ろうとくちゃった。守ろういけるって言ってる。いいね、いい流れだわ。あ、リコチ守備ナイス。リコチはそのたびに多分満タンにして時間やってくれてるね。ナイスナイス。私あと 13%、 あと 13% だな。今 16%。 でも4人出てるから今守備、ここずっとばかりに全員出たから。あと30秒。あ、リコチやられた、ありがとうね、守備やってくれて。あと3人、今3人。ドラゴン出た。あ、私パーセントなくて攻撃できない。ごめんよ。あ、でももうナイス。ミホリンね、ドラパン待機してくれてるのよ。いつも出たと思って攻撃できないと思って、いつもミホリンはねやってくれるの。あの子内緒です。勝った。みんな私を祝って。私だけじゃないけど祝って。勝ったよ、勝った。あー落ちた、全勝ダウン、勝った褒めてみんな、褒めて、勝った。諦めなきゃ勝てちゃうな。でも復讐持ってたっていうのは、復讐にした会社だったと思うけど、褒めて、みんな褒めて、お祝いしてお祝いして、勝ってたよありがとう全勝中だわ今、すごいよね。
とう、みんなみんなありがとうありがとう、優勝狙うよ。ああ楽しかった。今王者の証明ですか、私やってるの。今私さ、私大会にエントリーなんかされてたからさあの分かんないんだよね。うちらがやってる大会今何？あ、僕もチーム勝った、おめでとうおめでとう。待って、ちょっとおしゼノス開いちゃった。待って、ゼノス欲しい、かっこいい。中二病心が光っちゃう。誰かな、プロデュース大会、東流祭じゃないよね、どれ、全然わかんない。私今何の大会出てるの団吉なんちゃら。あ、見るとがまず違う。キャンペーン、うん、絶対違うな。いないんだけど、ない、そんなイベントない。インナーマッスルを着たいよ、そんなイベントないなどこであるの、バナーがまず見つかんない。ジェムジーさんはいいよ、バナーがまず見つかんない。お知らせに行ってんだけど、せ、合ってる、バナーが見つかんない。最新のお知らせ開いて、ゼノスの下、あれさっき見たな、見方間違い、またゼノス開いちゃったよ。あ、これか、あ、これか、めっちゃスルーしてた。 ST48 他に全勝のとこはない我らだけです。3勝のとこはあるけど、全勝はワテラだけ、ワテラだけです。でも組み方本当にわかんない。F 私か A とは戦ってないけど、ん、 A と戦ってる、 A と戦ってて、ん、勝ってる、あ、 A と戦って勝ってるチームに勝ってるからいけるぜ。いいよいいよいいよ、全勝狙うよ、優勝しちゃうよ、優勝して STU48 の名を轟かせるよ。リップになるよ、食べてたよリップ。でも本当に今んとこほぼほぼ22時は全員参戦してて、みんなの思いがすごい。あ、待って、ギルドちょっと盛り上がってるかな。リコチのバット開いちゃった。え、あ、何も盛り上がってなかった配信してるかみんな。プレゼントもらっとこう。多分あれかも、 LINE グループの方が盛り上がってるのかな。あ、でも LINE 来たってなってないなちょっとわかんない、気づかんかった時から下向いてたから結構携帯触って。よいしょ、ちょっと今ミッションのプレゼントを受け取ってる。なんかさ、私本当にさ、チャットのさ、チャットの検閲してほしい。びっくりして今チャットに変な人いた
本当になんかインスタじゃないショールームとか均一あるじゃないですか。すごいなんかすごいこと言ってる人いた。やだこういうの見るの大嫌い。こうやって開いて消そう。エール返そうと。変な人でごめんなさい。いやいや、あの普通のみんなの普通なんよ。一人圧倒的変な人いたんよ。あれ下ネタ系嫌いだからさ、そういうなんかそういう変なこと言われちゃうのめちゃくちゃ苦手なんだよ。好きですって来たんだけど見てんだろ配信おい。ファンの人だから好きですって来たんだけど。あ待って、この最新のかくれんぼのやつやってないわ。やろうとで。あかくれんぼの場所はめっちゃ助かるよ本当に。私そのかくれんぼのチャット見てやってるから本当に助かる。大丈夫。エール来てない？いつ送りましたか？エールその全部が残るわけじゃないか、早めにやってたら履歴から消えちゃう。多分ね何個かしか表示されないから、そう私とのそのドライブ開くタイミングが一緒だったらあの履歴に残ってるから返せるんだけど、早めにやっちゃうともうその後にエール送った人に消されてしまうかな。だからわざとじゃないんだよね今あの来てる人には全員送った。そうタイミングなんだよね、わざとじゃないんだよ。誰たちに返そうとか全くないから平等に上からやってるからそうそうそう、朝とかはもうほぼ寝てるよね。あ、ギリバで勝利おめでとうってきてる。よいしょ。10時20分からほぼほぼギリバドデスタベ。なんか噛んでんのか噛んでないのか分からん。私何時から配信始めたっけ。50分か。1時間経つとはきつい気まで。やっとやったパーパーパー、あっという間に。朝は私エール 100% 返さないかも。100は分かんない、早起きの仕事だから。明日とかだと8時とかは起きてないけど9時とかも起きてるから、9時以降とかならドレーグ開くタイミングあるし、12時とか19時とか22時とかギルバドがある時間帯にエール返すことも多いから、 そこを狙ってみるのも、もしね欲しいと思ってくださる方そこをあのやってくれても、やってくれた方があれかも。そうそうそう、お昼のバトルは。そうでも私もさ分かんないんだよね、分かんないとか別にさ明日何時起きとか明日何の仕事とか100言わないから、それに言わないようにしてるからさ分かんないよね、ごめんねそうでも22時とかが一番起きてるし開きやすいし、今大会やってるからなおさら。あ確かにそこに集中しすぎたら履歴消えちゃうかな、確かに。うんむずいけどタイミングだったりするね。タイムやったりするね。わざととかそういうのは一切ないので、タイミング逆に見ひんからエール来た日はいいことがあるみたいな、あのおみくじ感覚、おみくじの大吉感覚でおみくじの大吉感覚であのエールとか言ってくれると嬉しいな。朝早くから稼働してるときは夜までにエールも送り切っちゃったりだとかも全然ある。確かに
今日はない、今日はないくじみたいな感じですよ。てててたん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 ある日森の中クマさんに出会った。なぜか福ちゃんとタイミング合うことが多め。そうやってお話し会にエールめちゃくちゃ返してくれてありがとうと話し会行くんでしょ。みんなそうやって行く理由を見つけて、これを伝えたいから行ったんだよっていう理由つけて行くんでしょ。これ以上ないくらいの笑顔だったんよ。そう、まるまるのとこ行ったでしょ、名前聞こえたって言ったら、違うね、あのこの前のあれだとかだね、あれの感謝伝えたら行ったよみたいな、なんでだよって言って、ああって。面白い。なんでだよ、バレてんだからな。これ悪いこと言わん。逆にみーちゃん来るかも。確かに今んとこそんないないけど、え、バレてるっていうか、あの声大きいメンバーのとこ行ったらバレるよね。あ、まるまるさんおったろ。おってなる。あかりんとか本当に聞こえやすい、言うもん、あかりにまるまるさんにまるまるとか言わんのとか。なんかあかりんはそのなんか友達みたいな感覚でなんかいろんなこと聞いてるの、そんなこと聞かないのとか。強く言ってる。時間が被ってないところにいるから、はは HA はてなは。はあ、はあ、はあ、コカオも確かに叫んでる。ユミコはお話し会の席が近いからよく聞こえる。そう、はあって言ったらなんか全然そんなつもりないけど怖いって言われるから HA はてなっていう。HA ハテナ、 HA ハテナ。ラジオしたい、なんかラジオしてるんだけど家で収録してるからラジオブースに行きたい、そういうラジオがしたい。だから岡山さん、FM 岡山さんラジオ始まるからいけるかな。アイルありがとう。全然文字化けしたんだね。なんか私フォローとか全然メンバーしてないんだけど、矢野ほのか、信濃そらは、石田千穂と相互フォローで、カイココは門脇ミオナはフォローされてなくて、あのラストアイドルさんの篠原さんと相互フォロー中です。のんちゃんさん、それだけしかフォローしてない。篠原エールね、今来たやつは全部返して、
ある日森の中てかもうギルバドにホローとかいう概念が忘れてたよね今なホローっていう欄を久々に見てそういえばっていうあかりんフォローしてないもんなか別にフォローするしないはなんかそこに好意がないっていう概念がないドライブになんでしないのとかじゃなくてするなんかメンバー別にみたいなわかるそれに関してそこで上辺って突っ込まれる理由もよくわからんツイッターのフォローじゃないんだからみたいな感じうんそこまでのなんか特別な概念をギルバドドライゴンのフォローに思ってない多分ねこれフォローしたの多分ねドライブして1日目とかなのそこから多分誰もフォローしてないんだよねたぶんあれさっきあのコメントにあったけどあのなんかファンの方はメンバーにエールとか送りやすいからフォローするって来てたんだけどメンバーは別にメンバーにエール送んないからさそうファンの方にエールしてるからなんかそうエールの別にメリットは特にないメンバー同士がしててやープキって言ったね今うん、あそうかその時に確か1日目の1日目は初めてやって1日目でフォローしてるから多分その時にもうアカウント動かしてた人を多分フォローしてるのクエストやらないのっていうコメントで思い出した私今日のスカイロードやってないやべえやべえやろ後でやろスカイロード消えたんだけどまたあったチケット買ったあ挑戦期間終了してたチェ終わってたチェ何と交換しよう300コインしか持ってないやでもあっちはもう進化のやつとドラゴンプリズムとマリッチキューブは全部交換し終わったうん何と交換しようかなー無制限のやつ以外全部取ったそれやりそういうのがちゃんとしたかったガチャ券どうしよう何と300だから限られてるから何と交換しようもうちょっと高しガチャハンターキューブはもう全部 OK ハルモニアはちょっとうん数がねもっと必要だからこれで交換するのはもったいないジュエルフォルダーはね価格がね2,5,10,000足りないな大パーツ券とか言っとく選べる 100×150 だしソウルチケットとかハルモニアね先長すぎるよねカムラチャームも50個中37個交換してるけど価格10枚だからあと残り37個は微妙に残るな326枚だからペッパチとかかな私スターゲートとかやりたいハルモニアちゃんよく食べるよいしょオーバーついた喉鳴ったあと6枚残ったんで6枚で交換できるのありますか6枚で交換今1個見っけたプレミアムエンドとかはいらないから
選べる新ソウルチケットを1枚交換して2枚余ったので、プレミアムメイク1個とプレミアムソウル1個ずつ交換しようと入った。オッケーオッケー。あかりまだ配信してない、何のお知らせそうなんだしかないんだけど、知らない、あかりん今日何の配信するか知らない、そこまで情報権くしなくしたんだけど前髪とかしたい、前髪とかしたい、前髪割れてるとかしたい、前髪取らしたいあれどこ行った、さっき持ってたよね、前髪とかしたいのに、あったあった、メイクポーチ入れてた。可愛いって言われた、今のダダが可愛かった、よかった、みんなが盲目でよかったあ、ハートありがとういっぱい。何これ、ブラボーなんだったの、拍手とあったっけ、テッカテッカテッカ、チュッ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 、暗い目のカップリングしたい。で私はずっと根に持ってるって言い方ちょっとミスった、ミスった、根に持ってるっていう前置きつけとこの話はできん根に持ってるって前置きをつけてこの話はできんな、ことは間違えたわあ間違えたな根に持ってるとは違う、根に持ってるとは違うんだけど、トロとカホちゃんが卒業するときに誰かと一体やるのはまあもちろんいいんだけど、一応あの時トロも最後だったけどカホちゃんも最後だったわけなので、シンドバッドも入れるべきだったはずなんですよ、トロもセンターだしカホちゃんも折り目だったから、あの善悪の時ね、そう、それをちょっと根に持ってるとは違うけど、あそこでやるべきだったでしょって思ってた。そうでもそうちょっと思ってた、カホちゃんも最後だったのにカホちゃん全然触れられなくて、そう、それならなんかシンドバッドやってからトロだけ残ってココとミチが出てきて誰かといたいって流れでよかったんじゃないかなって。シンドバッドのセンターもトロファンは絶対見たかったし、あのカホちゃんのね鬼面の位置だって見たいはずだったから、なんかシンドバッドも入れて欲しかったなっていうのを思ってた、ずっとで言ってた、ずっと楽屋でシンドバッドやりたかったなってまあなんか私結構その乃木坂さんとかのなんかアニバーサリーライブとか見てるんだけど、なんか全曲するじゃないですか、だから STU48 をもっと大きくできるように頑張って4周年とかを 2days とかにして全曲できるようにしたいなっていうなんか今日4周年とかやっぱり曲削れたから、なんかあの人前で披露する武道館だっけな、なんか大丈夫、思い出せる恋をしようのカップリングとかをなんかファンの人の前でまだやってないからっていう感じでセトレで入れてたから、なんかシンドバッドとか加藤森の入口とか誰好きとか非戦力とか、まあ、折り面が減っちゃってるから、それをその観点で見たら寂しくは感じるけど、曲としてはいい曲だから、折り面がいなくなったかやらないっていうよりか歌い継いでほしいなってすごい思うから、そう片思いの入口入るけどなんか今まで非戦力と誰好きとシンドバッドやったことあるから、あの片思いの入口入ってあのコンプリートしたいそう全ての曲やりたい、だから頑張る。と、なんか大人数で選抜という制度がある以上、なんかやっぱり
個人プレーというかそういう観点が多くなっていくけど、それは大人数アイドルならではのその意識だったりもあるかもしれないから、でも一応グループだから STU として大きくできるような行動をできるように頑張る。そう、片思いの裏口以外はやったことあるの以外はね、だからやりたい。片思いの裏口がね一番好きなの、あのシンドポッド以外で。可愛い振りが、僕はいつでもアリちゃんポジでカバーできますそうなのすごい。うんあれ好きはでも大変だった記憶ある。結構さ STU ってあのポジション変わるときに言われるのが急なんよなんか最近もあったんだけど、あることでポジション変わるってなって、その言われた2日後にレッスンとかだったから、そうで誰好きをね全国ツアーでやったんだけど結構気がなってめっちゃ大変だった。誰好き難しいからさ。でもカノンがその間休業してた時期だったから、カノンに連絡して誰好きカノンのポジ入ることになったんですけど振りが全然わかりませんっつってなんか動画送られてきたんだけど、誰好きって結構なんか手の動作とか向きとかが結構細かいんだけど動画じゃ全然わかんなくて、って言ったらカノンが動画で手を全部送ってくれた誰かがいつか好きだと言ってくるまで全部送ってくれてできたできた。そう懐かしい。でその時になんかツアーの MC で話それのこと話していいってカノンに聞いていいよって言われて、その時のツアーの MC でカノンに教えてもらいましたって言った記憶がある。覚えてる。どこっけ、どこの喧嘩ちょっと覚えてないけど言ってたでしょ。全力もいいよね。でもシンドバッドやりたい。なんかさ2期生のミニスタジオがシンドバッドやっててやりたいってなる。懐かしい。なんかあの時よりかはさすがにダンス上達してるとは思うから、今のやりたいな、今の力で踊ってみたい。同じ歌割りだった2人がいないから寂しさは感じるけど、そのポジションをフォローできるぐらいのポテンシャルを持ったメンバーはたくさんいるから、そうなんかその時のオリメンはオリメンでここだと思うし、そのオリメンのその存在は超えれないとは思うの。けど超えれないからといってその違う子がもし入ったとしても、その子が入ったその曲も違う人では超えれないって別物だと思うから、誰が入っても他の人では超えれないものがあるから、その子たちがもしシンポジで入ったとしても違う子が入ったらもうその子のシンポジとしてはもうそこが成り立つから、なんかどんどんね、なんかなんて言えばいいのか、何話してんか忘れちゃっただからなんか超えようと思うんじゃなくていいなと思う。超えれないものはあるし、あなたがやる他のことは、あなたがやることは他の子は超えられないから、おのおのが素晴らしいのだから
7軒ツアーの瀬戸りやりたいってなんか誰かと前話した記憶ある。すごい眠たくなってきちゃった。明日そういえば早かったな11時40分ぐらいになったらラジオ見たいと思うよ。でも2期の先に2期のツアーが始まりますよね。夏ワテラより多分先に始まる気がする。2期のツアー来月末とか。なんかさ、サラピの家行ってたからさ、その時にセトリ見せてもらったんだけど、よかったっすよセトリ内緒だけど、よかった。おおってなった。うえーってなったでも6月末ぐらいにはご時世も落ち着いてると良いんだがね。ちょっとオラクルモノリスを強化する、パッシブする。意外な組み合わせでもないよね多分チャートの公演とか見てる人からしたら全然意外じゃない気がするなんか昔のライブ映像とか DMM さんとかで、ね、見てたりとかしたら、あの ST ホイットプライムとかね、コール浴びたいなと思う。コールを浴びたいとは思う。早めに早くみーちゃんって言われたい。コールされたい。どこどこはここだよって言ってほしい。なんか一緒に作ってたからねライブって。もう片っぽが差し出して受け取る人がいてのライブだからさ。全然関係ないけど、リネちゃんが AKB 新聞でミヒの名前あげてた。初めて聞いた。何の話、何話なの悪口そんな子じゃないリネちゃんマジいい子本当にいい子。気になる先輩どういう気になるあ、なんかブーブー言う。こうしてる時は基本時計見てる裏にあるんよ、場所が悪い。見つけた。そっか、舞浜で声出ちゃう。そっかそっか、舞浜ヒシアターめっちゃ好きだった。あの初めてあの移動式ステージっていうのディーンって上がるやつ楽しかった。密かに MC 楽しみにしてる。嘘そんな人になれたのか。やった、舞浜めっちゃ楽しかった。あのなんていうの、セリみたいな。そうジー STU48 ドーンで、ここにメンバーが到着みたいな。楽しかった。でも桜坂さんが舞浜アンフィシアターでやるよね。行きたいんだ。ご時世がなかったら申し込みたい。申し込みたいというすごい、あのすごいアイドルっていうこと今忘れてた。
なんかギャオで桜坂さんの番組とかやってくれるし、そうそう見てる乃木坂さんも見てる、椅子争奪戦見てたでもこの前あかりんとさ猫探しの旅行っててさ、だからなんか地域猫を守ってる団体の人と会って一歩お話聞いて、今から丸々にも餌あげに行くんですけどって、どこどこはこういう猫ちゃんいるんですけど一緒に行きますかって言って、はいって言ってちょっと歩いてわざわざ餌やり見に行ったで、その方自転車だったから、あとでゆっくり来てくださいって言ってバーってうち歩いてそう楽しい、そうすごいいい話聞けたりとか、そのやっぱり心のない人が猫に対するその事件があったとかそういうの聞いて、うんってなりながら、で猫飼いたいなって話をちょっとしてて、あかりんがさ大家さんがいたからマンションあかりの住んでるお家の大家さんに会って猫飼っていいか聞いたら怒られた、怒られたダメって言われたってさ猫に本気な私たちまあ今日前髪綺麗だな、これ公園でできたら最高に素晴らしい、今日前髪すごく綺麗あ家賃追加しないとダメとか、そうなんだ、みーちゃんの安定感ある滑り芸好きだな、最近の公演見てる、滑ってないんだけど私もう最近滑ってなくない最近その滑り芸のな空気のネタとかしてないよ私滑ってんのかな、気づいてないだけで、そらになったそうなんだ、欲しいなるんだ、分かんない、回し担当することやからかも、ボケる側じゃないからかも、見ひんっていうかみんな失礼なんだよな、なんで滑りっていうのをポジティブな言葉で言わないでほしい、このうちそういう芸をしたくてしてたわけじゃない、陸上公演時代の悩んで今の形に落ち着いたのに確か回す側に回ったっていうのがあるかもね確かに突っ込んでる感じ、ずっとこられそうやけコメントしてないの時点で失礼なんだよ鼻で笑っちゃったいいけどそういう詰めなかった、ニューミューソラハとたくさんお仕事、確かに兵庫の仕事したい、ヘビ星になってる、ヘビの話してる、猫草あかりんじゃんなんかさ滑り芸って本人自称してんのいいけど、私一回も言ったことないからさ、言ってない時点でさ知ってほしい、それが嫌だって
それをなんか寄って落ちこない悲しい。だ私多分ねツッコミの方が好きっていうのもあるかもツッコミの方が好きっていうのもある。ボケはね難しいよね。物知りさんとかが、物知りさんっていうセルアメでやってる MC ネタがあるんですけど、あれはなんかボケたくてボケてるわけじゃない流れだから気楽にできるよね。楽しい、回しも回しで楽しいけど大変でもどっちもできる人ではありたいなと思うね。まだまだ自分別に MC 上手いと思ってないから頑張らないと。でもなんかああいうオンライン、この前のワンナイト人狼とかで MC 回してMC 回す人の名前に入ってた段階では大人の方にはそういう回せると思ってもらえてるってことなのかなと思って嬉しかったかなそうなんか回すことがやっぱ最近多いから、リードピアノ配信の時もそうだったけど、そういう信頼を得てきてはいるのかなと思うから、信頼ってその積み重ねるのは難しいけどなくすのも簡単だから頑張ろうと思って。どういう時に泣くんですか公演の自己紹介でみーちゃんが時間調整でうまく伸ばしてるの見て、回しめっちゃ前と思った。よく気づいてくれたね、初めて気づいてもらったんだけど初めて触れてもらえた、嬉しい。そうですね、バレたでも最近はあのあかりんとかに回してあの任せてる部分もあるけど石田ちゃん会っていけないんだけど、また今度ね。いきなりだねなんかあの3列目メンバーは自己紹介の結構気楽、話せる子多いし、マヒナというあので、出てくる言葉全部爆発する子もいるから父が出てる、そんなんじゃない、ああいうのは空気感だよね、あの伸ばさなきゃとかいうのを各々が指してるだけ。MC の指示はもうないね。なんか陸上公演の時は MC ネタ〇〇、回し〇〇とか全部決められてたけど、僕これとか、でもあれだわ、陸上公演も後半は自分たちで考えてたわ。もう MC ネタとかはもうみんな自分で考えてるから、そう考える力を養わせてはいただいてるように。くしゃみでそう、出た見て、くしゃみで前髪すごいことだった出たすっきり出た、うん、すっきりしたあくしゃみ会ほんと結構のぶとかったけどあかりんめっちゃ思い出したんだけどさ、このあかりんち行った時にさなんか何の会話してたか忘れたけどさ、ぶりっこすんなよって言われて、あかりんにぶりっこして誰が得すんだよって返した最近なんかね小学生みたいな喧嘩を延々してるあかりんとそう、あかりんが今日も帰り道小学生みたいな喧嘩しながら感じさ、にゃんすけのお尻が大爆発なんだってって言うから、ふーんって言って、にゃんすけのお尻が爆発したって言ってんのみたいな、ふーんそっかって言って、調子乗んなよって言われて、調子乗ってねえよって感じ
っていうなんか意味のわからん、マジで本当なんか内容も全くないよ。みんな猫草は私のチャットじゃねえわ、ショールームで使うのはやめよう。さあ、あかりんのやつだから。ほんとそんな会話してる、ずっと。あとあかりんね、まっすぐ歩けないのよ、よく突進してくるのよ。そう、ほんとにあの子まっすぐ歩けないと絶対来るの、ドーン。あ、ごめんっていうサイズ。そんなんバカ。なんか猫草っていうのはあかりんの配信でファンの方がなんか草っていうなんかお笑いとかで草って使う人いるじゃないですか、あかりんがそれ可愛くないから猫草にしてって言って、このままあかりんの配信いたんだけど、みんな猫草って書いててそれを多分言ってたんだけど、私は言ってないから。みゆみゆチャラワキって、みゆみゆってチャラワキって呼ばれてんの。みゆみゆまみゆ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 と歩いてる時どんな感じ、みんな肩組んでくる、あの人。あの人肩組んでくる。おやすみ。あの人肩組んでくる。んじゃないわ。なんかね、みゆみゆがお家に来てね、煽ってくる人はうちらのことは分かってないと。そう、ひなちゃんが住めるよって、ひな普通にひなちゃん私タンピオが別に遊んでても住めないし、わかんない、住めてんのかな。そう、そう、こんな浅い関係ではない。っていうか、なんかみゆみゆ遊ぶ時とかお出かけとかショールームとかでしょ、ファンの人の前でそれはなんかそういうこと言ったりするじゃん、アクションとして求められてると思ったら答える子じゃん。普通にお話し会とかで話すもんね、そういうこと。なんかみゆみゆがなんかお出かけとか何かをするときに2人がいいってタイプなの、誰がとかじゃなく、なんか 3人とか4人とか5人とか6人とかじゃなくて2人が好きみたいな感じの子だから、ひなとみなみで遊ぶときに誘っても来ないし、そうそう、今がひなち行くけど行くって行かないって言ってて、でも次の日とかに、次の日とかまた違う日にひなち2人で行ってるとか、だからそうそう、なんかひなとユニバー行くけど、なんかみーちゃんとも2人で行きたいって言ってくれてて、まあ、いつか行こうねとは話してんだけど、そうそうそう、だからなんかそう、そんななんか特にね2人だからっていう意味はないんだよね。そう、なんか何かをひなとみなみが2人でいる時は一緒に見てたアニメがあるから、みゆみゆとか見てなかったからその来ても見れないじゃないですか、わかんないから申し訳ないなっていう、なんか2人で遊ぶ時基本的に遊ぼうってなったら誘ったりするけど、そういった時はみゆみゆとも今2人でよくいるけど、今みゆみゆと2人で見てるものがあってっていう感じ、そうそう、なんかそんな感じ。全然そこまでなんかみんながね失速するような暗い理由は全く持ってないので、40分になった。そうそうそう、だからまあ
今ミュウミュウめっちゃ来てるけど、その見てるやつが終わったら一旦落ち着くと思うしそうそうそう、なんか全然気にしなくて、気にしてんの気にしてんのみんなそこは気にしないでしょ。まあまあ気になってた方はそんな感じ。まあ、本人たちがね、あの語らないとしても、そういう悪い風に捉えるんじゃなくて、悪い風に捉えていった方が人生楽しいよ多分そう、何も語ってくれてないから暗い方で想像するよりかは明るく想像してた方が多分自分のテンションも上がると思うよ。40分だね。この話で終わるのはなんか嫌だなというのも何話そうって感じ。結構語り尽くした説ある今日待って、何その魚、何このキス、キスの日だから魚初めて見た、そのギフト、飛んでた、ずっと気づかなかったっけ、何そのギフト、びっくりした今なんか魚がチューしてたキスがキスしてたの、何を言うと、びっくりしちゃった、何度か投げて、嘘、ごめん気づかなかった、今見てびっくりしたら消えたんだけどすごい、投げてくれてありがとう、すごいすごい全然気づかなかったダジャレじゃんあーすごいすごい今注意したダジャレじゃん、ショールームのアバターとか考えてる人疲れてたのかな、その時もう浮かばないよギュートマンがつって深夜に、あ、キスがキスしたらこれでいいやってなったのかな面白い面白い、全然気づかなかったいろんな末深夜ってなんか次の日見たら驚くようなこと考えるよね、なんか文章とか面白い、でもセンスあるよね、ショールームのギフトって面白いもん、毎年巡ってくる季節でさ、こういう違うギフトを生み出せるのはすごいなと思う。もうこの時間までやったら0時でいいよな中途半端すぎ、だって多分今から単純でたらあと50分ぐらいじゃん、あと10分はもう意味わからんくないいや、もう0時までやるの久々だし、40分とか45分に終われてちょうどいいかなと思ったんだけど中途すぎ、あ、そう、私ご飯食べてなかったご飯食べてなかった、そうだそうだ、食べなきゃ食べなきゃで、いっぱい買った、え、なんかさ、小籠包食べたくて小籠包買ったチーズタッカルビと小籠包買ったそう、ドーナツも食べる、小籠包食べたくなるよね、わかる、なんかウーバー暇な時に見てて、で中華料理みたいな見てた、小籠包あって食べたいと思ったけどお高くて台湾の小籠包食べたい、だから私本場の小籠包、本物のお店の小籠包とか食べたことないから食べてみたい喉が痛いかゆ、顔も声も好きベタ褒め嬉しい
確かに私パスポート切れるくね、パスポートで5年と10年だっけ、2年と4年だっけ、どっちだっけ私パスポート切れるくらい多分、え私何年にしたっけ、教訓ないってかパスポートどこやったっけあの分かった、入る中入れてるちゃんと、多分5年、短い方に5年だ、いや5年だ、本当だ、パスポートあと3年ぐらいはある。でもでもね、三姉妹、私お姉ちゃん2人いるんですけど、三姉妹なんですけど、えパスポートって何色と何色だろう、5年って何色、そうでもお姉ちゃん3人、お姉ちゃん3人いない、お姉ちゃん2人いるんですけど、なんか落ち着いたら三姉妹でなんか韓国とか台湾とか行きたいねって話をずっとしてる。でなんか三姉妹との旅行は絶対気使わへんから、三姉妹で温泉も行きたいって話はずっとしてる。あれ10年は何色、私赤のパスポートなんて持ってないんだけど、えあれパスポートじゃないのかな、えあ、ち青だ、10年だ私青だ、青持ってる、青持ってる、10年だ私赤のやつ持ってない、私青です、10年だ、じゃあえ10年だったんだ、全然記憶ない年金手帳だね、あ年金手帳だえ待って、見てきていい、気になるめっちゃ書いてるやば、記憶力マジで、えってか年金手帳ないんだけど、え年金手帳があったんだ、ん あ, あったあった、あ紺だ、紺、黒みたいな、これ何年、黒みたいな、紺みたいな、えこれ見せても大丈夫だね、こんな色、これ何年？これ10年？10年じゃんじゃん。これ10年？これ5年？5年なの？中見たら書いてる？書いてないよ。うわ、タイ行った時のハンコが押してある。使用期限どこに書いてるの？ビザービザービザー、パスポート大切に、あ有効期間満了日、どれが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 、発行日が8番で有効期間9番、7、2024年5年じゃん。どうぞ5年じゃん。2024年だそうです。あと3年。よしよし、そっか年金手帳。え、なんかめっちゃ今パスポート落としてた。危ない。5年だった。2024年だった。でもちゃんと思ったところにあってよかった、ないないってならなくてよかったそんなこんなで50分海外行ったこと1回しかないし、仕事でしか行ったことないから、旅行で行ってみたい。うちのお姉ちゃんがマジで旅行マニアというか、今もコロナの時期だから、もうなんか本当に毎年3回ぐらい海外行ってて、逆に今コロナの時期でこの2年近く1年か行けてないから、なんか行きたいっていうなんか衝動に起こされてた最近だからなんか
みなみはそのアイドルとして休みが不規則だったから行けなかったんだけど、お姉ちゃんたち2人で韓国旅行とか1泊2日で昔行ってたりとかしてて、お土産もらったんだけど、そう、長寿はマジの旅のスペシャリストだから、長寿と言ったら怖いもんな。なんか長寿ってやっぱ頼りになるんだよね。なんか何かしらあったらいつも長寿に聞いてる。これこういうのあ、めっちゃ落としてたパンフレットみたいな、これ見しちゃダメ、書いてないよね住所とか書いてないよねすごいタイの時の、タイの時の、バンコクって書いてる。こういうの取っちゃうタイプ。ファイル入れてたのに落ちてた。入れなそう。タイって書いてる。そう。お姉ちゃんめちゃくちゃ海外慣れしてる。アメリカでいつもだからぼったくられそうになってる。なんかぼったくられそうになってるっていうか、一回多分話したことあるんだけど、なんかアメリカまだ全然ね、3年前とか4年前とか5年前とか話したんだけど、アメリカ行った時になんかスパイダーマンの格好した人がいて、なんかカモンカモンみたいなこと言われて行ったら、なんかお姫様ノックされたんだって、なんか許可も取らずにそれでなんかそのピクチャーピクチャーみたいなって、そんな記念なるから写真撮ったらめっちゃ高い金額求められて、えってなったっていう。気をつけなって、アメリカ行くときそういうことあるから気をつけなって言われたそう、じゃなんか写真のはまあどこでもあるけど、なんか無言でやられたらしくて、そう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 、面白かった、聞く分には超楽しかったなんか地下鉄は怖いって聞いた。でも私は辛いもんあんま得意じゃないけど、韓国行ってみた。でも普通に温泉行きたいんだよね、日本のどっか。お姉ちゃんが2年前ぐらいに有馬温泉行ってて、ね、1年前かな、忘れた。そう、有馬温泉行ってたね、めっちゃ良かったって言ってたから行きたい。なんか次女も子供がね、今どっちも幼稚園に入ったんですよ、今年から。あの下の子も幼稚園に入ったから時間ができるとか、次女もねなんか何月からか忘れて、働くことにしたって言ってて、受付どっかの病院の受付みたいな、どっかの病院なんか病院じゃないか、マッサージエステかなんかの分かんない、忘れたけど、受付みたいなやつ行くらしくて、そう、3姉妹がちゃんと就職あのちゃんとお給料をもらえる立場になったから、みんなでなんかちゃんと旅行行きたいねって話をよくするの。確かにコスメとかも欲しい。そう喉がジャージは猫2匹飼ってるからめっちゃ可愛い。あかりんちのニャンスキっていう猫ちゃんと似てるの、ちょっと種類違うけど。旅行したいな。なんか私も旅行はあんま得意じゃないんですけど、お姉ちゃんとかだったとマジで気使わんじゃんやってーみたいなねえ分からへんから一緒に行こうとか、要は全然あの気兼ねなく言って、なんかお姉ちゃんたちも、みなみがもう22歳やけど、なんか何歳になってもやっぱなんか自己やばいけど、小学生とか中学生っていうか、妹はやっぱ何歳になって妹らしくて、なんか言っても嫌がらないんだよね。あ、もうしゃあないなみたいな、それがうちらの当たり前の関係そうそう、だからなんか嫌な気持ちにもならないから、もうそういうそれを姉としてやってあげるのが、妹にやってあげるのが当たり前みたいな
感性だから、みんなもやってやってってはい、男女言いますリアルタイムランキングなので、子供じゃない、リアルタイムランキングコメント読めないです。いきます。13位、シャンシャン鳴らすの音量注意です。13位、シードブルー。13、サトケンさん。サトケンさんって名前じゃなかったっけ。シードブルー13、サトケンさん。12、ヨイサンさん。11、TOS エットイッサー。あと、セトラブお疲れ様。セトラブの話してない。お疲れ様で。10位、ヤバーさん。9位、テリーピーさん。8位、ポムさん。7位、ヒロシって呼んでさん。6位、パンダムさん。あ、テロップも入れてない。お話し会って書きたかった。5位、ライデンさん。4位、沢山さん。3位、タナさん。2位、キムクさん。そして1位は、ドゥル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 。奥さん、朗読感動したよ。ありがとう。ね、配信見てくれてコメントしてくれたのもちゃんと見えてました。ありがとう。それでは、キャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんな、どこどこ？見つけた、みーのことをしてみひん、ひゅー、ありがとうございます。兵庫県出身、みーことしだみなみでした。そしてツイッターとインスタグラムもしてるので、まだフォローしてないよって方はフォローよろしくお願いします。ツイッターも今日投稿してます。はい明日公演なので、インスタとツイッター更新しようと思ってるので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。ね、今日も予約した時間とかカチカッ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 カ開始する時間の間隔が短くて、ほぼギリラだったんですけど、国連にあるハートをピンクにしてたらショールームがフォローできるんですけど、フォローしたらギリラで始めても配信通知が行くというメリットがあるので、ショールームのフォローをまだの方もフォローまだの方はフォローよろしくお願いします。そしてお話し会も受付中なので、よろしくねよろしくね。そう、和装したりとか、結構可愛い私服がどんどん集まってきて、太鼓話し会来い来いって感じだから楽しみにしててねそして今日瀬戸鍋さんやってたんですけど、南とあかりんが一気ドラさんにインタビューしたデジタル記事が、全国のローソンさんにて、ローソンさんのマルチコピー機コンプリンで印刷できるようになるので、期間ちょっと忘れちゃった期間忘れちゃったけど、詳細が多分 STU 公式からかセトラブからか出せるので、よろしくお願いしますあと50秒明日の公演来てくださる方は各々、アルコール消毒だったりマスクだったりしっかり予防して来てください。配信を見てくださる方は配信もお願い見ててください。6月1日から出しようです。多分13日までだったかな。それ多少詳細出るので待っててく、まあ出てるのかな、決定されてないか分かんないんだけど出てるかもしれないあと20秒、いけなくなった。そっかそっか、分かった。じゃあ配信から気持ち届けてて、みんな受け取るから見ひん明日みーちゃん、おつみーちゃん、明日も頑張りみーちゃん。やだ、こんな追い方。